宮崎駿何がすごいかってこれあの今時のやつじゃないんです今時だったら確かに YouTube で見るとかですねビデオソフトで見るとかですねいろんな方法があると思うんですけどもこのリチャード・フライシャーのです、ね「スーパーマン」っていうのは宮崎駿があの作った1980年代にですね日本ではですねあのソフト化されてなかったんですね見ることができないじゃあいつ見たのかっていうとですね有名な話というかですね あの、宮崎駿の監督作品で、とあの放送当時は宮崎駿って名前伏せられてたんですけど、あっという間にですね、アニメ雑誌とかに、宮崎駿がとかいうふうに書かれたんで、まあ、すぐばれてしまったんですけどもですね、ルパン三世の,あの昔 VHS テープがですね、ソフトとして発売されてた時代もですね、まああの、第1話、ルパンは燃えてるかは入ってくるんですけども、もう必ずこの、サラベイソシキルパンよと、まああと、死の翼アルバトロスだけは入ってるとですね、他の話数が発売され じゃなくても、この話数だけ発売されるとかですね。まあ、いろいろですね。 評判になった回ですね。あの、今のバンダイがですね、当時まだ映像をやるときにですね、渋谷にネットワーク事業部っていうを別会社作ってそうやったときもですね、わざわざルパン三世の,の VHS ソフトはですね、1本しかなかった。それはサラブ・イトシキ・ルパンとシノス・バサ・アルバトロスの2話を1セットにして60分の VHS テープにやって、それだけ出してたというぐらいですね、人気のお話です。 えー、今日はですね、このサラブ・イトシキ・ルパン4のです、ね、見どころですね、まああの。第2シーズンの最終回だから、まあ、もちろん見どころあるんですけども、ちょっとあの語っていこうと思います、えー。一番最初ですね、もう完全にそれまでのルパンの世界観と違う、やたらリアルな東京の風景がドーンと現れて、1981年東京というところから始まります。 でなんでこれ1981年東京、まあ、オンエアの時は1981年なんですけども、それまでずっとルパン三世っていうのはテレビシリーズを通してですね、そのできるだけどこの時代かわからないような書き方してるんですね。10年前かわかんないし、20年前かわかんないというようなですね、世界でやったのに、この最終回だけいきなり 1981年東京っていうのが出てくるなんでそうなっているのかとこの辺の意味はちょっとあのテーマ的なこととか歴史的なことになってるんで限定の方で語ろうと思いますで、えー、もう冒頭このシーンの直後ですね映った直後にロボットですねロボット空を飛ぶロボットがブーンってここを通り過ぎるところから始まるんですねであの、まあ、これがですね えー、今回のです、ね、事件を起こすロボット、ラムダというロボットなんですけども、あのまあ、有名な古典アニメのオマージュなんですね。えー、これですねあのフラ、えー、フライシャープロダクションのですね、フライシャースタジオが作ったですね、メカニカルモンスターというのがあるんですけども、まあ、あのお,お,お兄さんマックス・フライシャー、弟デーブ・フライシャーの兄弟が作ったニューヨークのフライシャースタジオですね、ディズニーのライバルだったところです。で 有名なところではベリーブープですかあとポパイザ・セーラーマンなんか、まあ、現代でも人気のですね、キャラクターを多数作ったところです。で、その一つにですね、スーパーマンシリーズがあったんですね。えー、1941年のですね、えー、フィルム作品なんですけども、こメカニカルモンスターと呼ばれるロボットが垂直に着陸するシーンですね。頭にプロペラがついてて垂直に着陸します。で、えー、宝石移転を襲うときにガラス段に向かっていく。 で、逃げていくメカニカルロボットにスーパーマンがパッと乗りつけるそうするとメカニカルロボットは右に旋回してですねだから右の翼を落としてスーパーマンを振り落とそうとするっていうですねこれあのやるんですけどもあの驚いたことにですねこの「さらばイトしきルパンよ」で宮崎駿はこれをこのまんまオマージュというよりはカンコピします,です、ね、これはあのカンコピの方ですね。 えー、まず垂直に着陸するときに、一応ちょっとだけ変えて背中も向けて垂直に着陸。動き完全に同じです。で、こちら側ですね、えー、宝石を狙って歩くロボットモンスター。その向こうにはもうクラーク・ケントとロイス・レーンが見えてますけども、えー、宝石を狙ってあゆっくり歩くロボット、あラムダですねで。一生懸命ガラスケースをですね、隠そうとしている。まあ、ちょっとここでコメディ入れてます。で、えー、スーパーマンが飛びつくところ。 これもですね、ルパン三世が飛び乗るっていうですね。もう本当にあの、ほぼポーズも同じ。ちょっと情けなく書いてますんですけど。で、えー、ロボットがですね、左に、とか右にですね、え線、ー、あの、右の翼を下ろして、て言えばいいのかな。あの、右を落としてですね、スーパーマンを振り落とそうとするところは同じですね。えー、ラムダもですね、右に翼を落としてですね、ルパン三世を振り落とそうとすると。完全にですね、同じなんですよ。で、この、 あの、自分にとって、宮崎駿、何がすごいかって、これあの、今時のやつじゃないんですね。今時だったら確かに、YouTube で見るとかですね、ビデオソフトで見るとかですね、いろんな方法があると思うんですけども、このリチャード・フライシャーのですね、スーパーマンっていうのは、宮崎駿があの作った1980年代にですね、日本ではですねあの、ソフト化されてなかったんですね。見ることができないと。じゃあ、いつ見たのかっていうとですね、戦後16ミリフィルムとか35ミリフィルムで入ってきた時に、 まああの、都内で時々マニアの上映会というのがあったんですね。で、そこでおそらく見たか、下手したら戦後すぐに映画館で宮崎駿を見たんだと思います。で、おそらく一回しか見てないんですよ。おそらく一回しか見てないのに、大体の記憶で完全に同じものを作っちゃうんですね。これがその宮崎駿のすごいところで、あの、 宮崎駿ですね、写真撮らないんですね旅行行った時にこれはあの鈴木敏夫がよく言ってるんですけど宮さんは全然写真撮らないとそんかり腕組んでじーっと見てるとで10年後ぐらいにハウルの動く城であの建物って言ったら完全に同じものを描くとで念のため写真出してきたら本当に同じものを描いてるとあの人の記憶力っていうのはその見ることで 作られて、それがもう頭の中でずっとあるんだって言ってるんですけどももう本当に全く同じものをですね多分ですね生涯で一回若い頃に見ただけのものをですね中年になってから完コピーできるんですねでこの自分にとってのバイブルをですね堂々とコピーするっていうですね姿勢はあの弟子の庵野秀明にですね引き継がれてですね「まエヴァンゲリオン」とかでも,もう出てるわけですね多分その これって本当にアニメファンの間でもあんなに完コピしていいのかってすごいね、騒ぎになったんですけれどもですね。まああの、たぶんこのあたりがですね、深夜場のですね、オマージュ満載のですね、元になってるんではないかと思います。で、えー、その他にもですね、えー、まあアニメ表現的にですね、さらば愛しきルパンはですね、ルパン要はですね、素晴らしい部分が多いです。えー、例えばですね、これはあの、ロボット、 ロボットラムダがですね、ガラスを割るシーン3つを集めてみました。宝石店に入るときに、外側で着陸してましたよね。さっきラムダ、外側に着陸してたんですけど、いきなり今度は室内に入るんですよ。そうすると、外から室内に入ったから、カメラの露出がややアンダーになって、暗いところから外側を見えてる。なので、やや逆光っぽい感じでラムダが入ってくるシーンです。で、この時にガラスはですね、何のためらいもなく、ひびが割れてバリンと割ります。 つまり、でかい質量のものが、そのまま何も気にせずに、あの、ガラス窓から入ってきたから、パーンと割れる。一瞬ひびが入っただけで割れるんですね。この時のガラスの割れ方はためなし。いきなりひび割れて、ポンです。で、次、ラムダがですね、この宝石が入っているガラスのケースをですね、腕、両側から腕ですね、ぐーっと押すんですね。押すっていうか、僕がやってみたい、ギューって押すんですよ。そうするとですね、このガラスが、 やや膨らんでハイライトが動いてからバリーンと割れるんですね。この一瞬のですね、このここの膨らみが素晴らしいと。つまり前のやつで溜めなくガラスがバリーンと割れたからといってですね、次にガラス割る時にですね、同じような動かし方しないんですね。まずグッと両側から押し込んで、それでガラスの表面が歪んでしまって膨らんだかと思ったら、ガラスというのはですね、そのなんだろうな、あの曲がらない素材ですので一瞬でバリーンと割れてしまうというのを見せる。 で、三つ目です。えー、王冠みたいなものがですね、と、あの、パイプ型のガラスケースの中にあるんですけど、これもですね、ラムダがですね、両側からグッと押します。そうすると、今ここにこのハイライトですね、このクリーム色とかグレーの筋、ハイライトなんですけども、これがですね、激しく動くんですね。つまり、こう手でグッとやった瞬間にですね、ここにある透明のガラスの筒がですね、ハイライトがグニャ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 と激しく動いて、次の瞬間にバリンと割れるんですね。 このガラスの割れ方でですね、3種類のものを見せることによって、ああ、なんかガラスってあんなに強い力を受けたら、こんな風に割れるんだっていう風にですね、僕らに驚きを与えてくれるんですね。なかなかその、なんでしょうね、あの、一筋縄ではいかないアニメの芸だと思います。すごいです。